ワン、ツー、スリー、フォー、フィン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 、なんで笑ったいや、あの、フィン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 、完璧なセッションだった今、ね、この人がどうしてもやりたいって言うから付き合ってあげたのメイクしてる間にねずっと歌ってたんだよねそう2人でずっとね洗脳されてるんだよねしばらく、ね、この人が病気にかかってるもんだから病発病してるからねでも今日はねイカちゃんじゃないんですよおイカちゃんは別の日なんですけど今日ははいこれおブレイブフロンティアどうしたのどうしたの頑張った合ってる本当に Brave Frontier これあれだよねそうそうそうあ、アバン、え、アバンの惜しいアバ、あ、あ、アバなるほどアバ、アバをアバをアバンの息子、アバをアバンの息子だやばいねそう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 今日からじゃあお前はアバオだ言うて言うてごめんなさいそうそうはい、ごめんなさい、はい、バルガスファンの人ごめんなさい、はい、バルガスですはい、というわけでね今日はプレフロの実況をしていきたいと思いますはいでね、プレフロ、うん、最新コンテンツがございますほうほうほうそれは、うん、ルジーナパリス星7解禁イエーイそうそうルジーナっていうのは見て見て、うんね、ほらあこれ大好きじゃんえ、うん、じゃあもう速攻さ7やったんだもう解禁してえあ、うんうん、え、だってえ、待って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 逆に星6だよねうんうんまあ、6までは行ってるんだよね、うんまあうん、ちょっと6にする頃にはちょっとクリードがちょっと出ちゃってちょっとなんかまだえ嘘でしょ嘘でしょまだえじゃあじゃあさじゃあ、うんうん、これからその7になるためのやつをやるんだ、うん、解禁されたなんかそういうやつを、うん、そうなんだよね、うん、そうだけど、うん、あのグランドクエストっていうのを使って、うん、で結構ねそうクリアするの、うん、こう2、3時間かかっちゃうんだよね何週も何週も同じところをやって、うん、こうなんか条件達成条件を 100% にして、うん、ちょっと2、3時間かかるの今からもう終わりだよねこれ帰っていい、ね、ダメーもう先終わりじゃんダメー帰っちゃダメじゃあどうすんのじゃあ、うん、私は自宅でやってくるけど、うん、大まかは自宅でやってくるけど、うんうん、ちょっとそのクエストがいかに大変かをちょっとアイポに見てほしいから、うん、うわ今日は1周目行こうと思う1周目 OKOKOK、うん、というわけでね、うん、はい、 いや今日の日のために撮っておいたんだよあそういう言い訳の言い方もあるそうそうそう言うな言い訳って言うなはい挙動のには行きたいと思いますというわけでこちらの暁の召喚師の、はい、巨像の庭巨像の庭はいに行きたいと思いますはい、はい、これパリスねパリスこれをクリアしてやっとルジーナのこいつの星7に進化するための、うん、あ星6に進化するための、うん、素材を手に入れるためのグランドクエストが出るわけですよなるほどじゃそこもやってないじゃんおい今日の日のために取っておいたんですよあはいはいはいバリューラ地方のグランガイア風穴にてミソシーが風神ルシアスを倒して間もなくのことてんてんてんへえパリスちゃんって言うんだよろしくね私の名前は誰だ誰だ誰だパリスちゃんの髪の毛っていつ見ても綺麗私はダメだよだって手入れとかしてないもんちょ女の子ね女子の会話だねねあのねお母さんがパリスちゃんと遊んじゃいけないっていうの悲しいシビアじゃんなんかどうして悲しいね住む世界が違うってでもそんなことないよね悲しい私たちずっと友達だよねめっちゃフラグ立ってるフラグだねこれ友達じゃなくなるやつや、ねこれ友達じゃなくなるやつやどんだけ心が擦れてんだよおっ髪綺麗だな綺麗夢懐かしいお
子供だった頃の。あと誰だ。え、ノエルくんか。ノエルくん可愛い。そうなの、ノエルくんは可愛いんだよ、心の癒し美少年。そう、でもなんかね、この音楽すごいさ、ランドールっていう曲なんだけど、強い試練にね負けるとさ、この曲を聴きながらノエル君と会話するんだよね。ほうほう。嫌いになる。なんか情緒不安定だよね。そうそうそう。すぐに声かけてくれればよかったのに。疲れてるのもわかるからね。てんてんてん。カップルかよ。仲良しかよ。ここに来てまでも。ヒリアが。お。壊滅状態。そう。謹慎中。うん。この図星をついてくるね。ちょっと性格が悪いよね。許せる。あ、ごめん。別に避難とかするつもりじゃないんだ。元気づけれるわけねえだろ。正直なんだね、子供は。うん。ああ、優しい。すべて受け入れるわ。そう、すべてね。ふーんって。ひどい。結構ひどいやつ。あれちょっと黒いのかな。ちょっと黒、腹黒だね。お、どこに案内する気だ。いい予感しない。いいからいいから。ほう、ほう、ほうほうほう。うん、前向きだな。ねえ、ね、この音楽は涙が出ちゃうよね。寝そうになる。やめろ。眠い。やめろ。いい作用がある。お、ええ、リンと。わあ、ね、え、別に覗いちゃいないよ。こいつはね、なんかね、図書館とかにいるやつ。あ、そうなん、図書館とかにいるやつ。図書館に行って見たことないや。そうそうそう、うん、そうそうそう。図書館でも静かにするもんだよ、ほら。ほう。物は言いようだね。どこに行ったんだろう。自分を見つめ直す旅。嘘を言ったつもりはないよ。アリスさんには早く立ち直ってもらって、さらに成長してほしいからね。今は暇を持て余してるだろうけど、再設予定のインペリアルガードの隊長候補最有力だしね。長い。まあ、本人は知らないようだけど。へえ、顔も険しいね。うん、ね、うん、確かに。うん、あ、優しい子だね、意外と。なるほど、誰のためなんだ。私かもしれない。ん、うん、うん、そう、誰だ私かもしれない。ちょくちょく挟んでくる。期待してもいいじゃん。私だってストーリーに入りたい。せやな。というわけでいきます。お、頑張って。冒険に出るポチ。緊張する。緊張する、ね、リラックスして。体をイカのようにリラックスして。ほいほいほい。ダメダメ、違うゲーム。なかった。よし、せっかくだから読もうよ。オッケー。パリス担当いいよ。ここね、ノエル君が言ってた場所は、うまい、確か異元の聖堂を目指すように言われたけど。あら、ミソシよ。よ、パリス、どうしてこんなところに。いや、寂しいと思ってね。召喚員からの緊急依頼。そう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 。そう。私はノエル君の紹介でここにね。おお、なるほどね、ノエル君ね。うんうん。任務に協力してほしい。お願い。ごめんなさい。今はちょっと一人でいたい気分なの。
全部裏が逃げてる。しかもめっちゃ軽くない？なんかいや一人で痛いんだよパリスさん。ひどくない？思わせぶりの態度じゃん。これまでのこととかいろいろ考えたくて。そっか、まあ、パリスいろいろあったもんね。まあしゃないしゃない。え、そうね。え、やっぱりエリオール様のことは考えずにはいられないわ。ああ、じゃあもう私のことだけ考えとけばいいよ。未だに私自身あの時エリオール様が言ってたことを間違いだと思えていないのかもしれないわね。ああ、でもね、エリオールは間違ってたから大丈夫。間違ってない。もう言う言葉なくしてんじゃん。そのキャラに。ひどいひどい。てんてんてん黙られちゃった。励ましてんのに私。そろそろ行くわね。かっこ震え声。変態だと思ってんじゃん私のこと。絶対引いてるよ。この埋め合わせは今度必ずするわ。もう絶対したやつだなこれ。そう、すごいチャラいんだもん。あ、全然いいよみたいな。確かにね、ちょっと重い彼女に対して軽かったかな。ゾゾ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 先輩、ザー先輩。ザー先輩。アクラス召喚員グランガイア開拓局調査部広報、え、ちょっと無理だ私。広報進化任せだ。リム、メリルハルムです。あー、リム、かわいい。今回は急な依頼を引き受けていただいてありがとうございます。あ、いい、全然そんな気にしないよ。私なったからさ、ほんと。何しろ、召喚員上層部からの直の依頼らしく、私も先ほど仮眠から叩き起こされたばかりで。あー、大変だったね、ほんと。え、任務の内容？うん、知りたい。そうでした、任務内容は、この先にある異元の聖堂にいる魔人の討伐だそうです。おー、なるほど。じゃあ行くしかないですね、私が。魔人の詳しい情報は残念ながらまだなく、名前すら明らかになっていないようです。名前すらわからない。倒しようがない。あ、でも一つだけ役立ちそうな情報が。おお。なになに？なんだなんだ。その魔人は他の魔人や使徒にはない特殊な能力を持っているらしく、お、魔人に倒された者は決まって驚愕の表情を浮かべている。それ倒されたら驚愕だよね。ああ、倒されたみたいな。なるよ。私だってこうやっててさ、強い強攻撃で来て、うん、一撃で倒されたら驚愕するもん。ああ、倒されちゃった。なるもん。こんな顔だね。今まさに。あんまさ、倒されてから気づいてもさ、その倒されてからの共通点を聞いたところでさ、その判断できないからね。うん、あ、じゃあびっくりしなきゃいいんじゃない。そうだね。ポーカーフェイスで。シャッシャッ。オッケーオッケー。役に立つような立たないような、そんな情報ですね。あ、本当だよ、しっかりしろよリム。でも先輩ならきっとどんな相手でも大丈夫です。あー、じゃあ可愛い声言われたらね、もうしょうがないよね。私も頑張ってサポートしちゃいますよ。できる気がしないよね。驚いてるみたいですみたいな。なんだろう、なんか怖すぎてびっくりして死ぬんじゃないの。あ、なるほどね。リングとかもさ、うん、死に顔びっくりして死ぬじゃん、知ってる？あ、知ってる。そうそうそう、あんな感じなのかな。なるほどね。敵貞子なんじゃん。かもしれないね。魔人妖怪貞子みたいな。よし、やろう。よし、やろう。よっしゃ。なんかこれはこう道がね、いくつにも分かれてるんですよ。こっちの右から行くルートと、こっちの左から行くルート。ほうほうほう。なので、まあこの1を左から、うん、まあ時間かかっちゃうんで、ちょ、今回は絶対ボスが出てこなさそうな感じに、あ、安全な方に、うん、そう進めていこうと思う。誰だろう、なんかやられてる。あ、な、なんでしょうか、この光。なんだ、ザザザザザ、あれ、ザザザザザ、あ、せ、逆立たずかよ。おい、ザザザザっつって、せ、ザ、パー、ザザザリムが言ってるわけじゃないんだね。なんか通信的なあれ、ね、通信なん。なるほど、サポートどこ行ったん。あ、うん、来た、ゼブラ、強そう。てん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 、ほ、貴様は、うん、貴様は我を倒した召喚士ミソシーよ。そうだ、私が召喚士ミソシーだ。再び相見える
ことが、今見えるかな、今見えることができるとは思わなんだぞ。さあデブラ、ちょっと IQ 下がったな、お前より。うるせえ。我がなぜ再び貴様の前にいるかは知らない。お前も知らないか、私も知らない。だが一つ分かっていることは、貴様がカルデス様の、うん、いや我ら神々にとって、なんて言うの、感化できぬ幸いとなり得る存在であるということだ。そんなことない、私は幸いにはならない。貴様にはここで消えてもらう。うわあ、うわあ、あ、ここで消えちゃダメなの私。なんかね、どっちも IQ 低い、なんか言い合いみたいになってる。悲しくなる。そんなことはないみたいな。悲しくなる。よっしゃ、デブラ戦う。おー、そうね、戦うね。そうそうそう、かっこいいよね。うん。お、よし、すごい、強いね。まあまあまあ、幸いですからね。幸いで、災いですからね、私は。え？その通りだね。もう打ち倒されるべきだったよ。グーグー。一回の召喚師に過ぎない貴様が我を再び凌駕するというのか。余裕さ、私は一回の召喚師だからな。はやはり貴様は幸いの、災いの。ちょっと待って、ちょっと待って。ねえ、君のせいだからね。そういう人のせい、潜在。ね、なんで潜在じゃん。なんで潜在になってんじゃん。潜在ザザ。これさ、ひどいね。ザザザ。潜在じゃないんだけど私。そりゃそうでしょ。嘘しいなんだけど。あー、リムお帰り遅いよ。何があったんですか。いや、もうゼブラが現れて大変だったんだよ。いきなり通信が切れてしまって。だからゼブラが大変なんだよ。いや、ガン虫だよね。そう、ゼブラが大変だったんだよ。え、シンとゼブラが現れた。そうそうそう、やっと反応してくれた、ほんとびっくりしたわ。え、なんでシトが先輩の前に。いやー、それね、なんでか分かんないんだ。ゼブラも分かってなかった。もしかして異元の聖堂にいる魔人の能力に関係していることなんでしょうか。あー、それぐらい知ってるんだったら結構ね、リム知ってるってことになるよね。ガムシ。ガムシ。ちょいちょい虫にしたけどね、お前。召喚員上層部からの直の依頼であることは伝えましたが、ちょっとこれはただごとじゃないですね。本当だよね。デブラが出てきて、ただごとじゃないよ。今回の依頼の元をたどれば何らかの情報を得られるかも。本当？絶対？約束だよ。もし情報を得られなかったらごめんなさい。ちょっと許せない、許せない。ちょっとちっちゃい声でごめんなさい。でもともかくこちらでも情報収集してみますね。お願いします。お、お、来た。なんだ、誰だろう。森？うん、クラスエリオール。エリオール様、久しぶりだな、パリス。なぜこのような場所に。それを聞いてどうする。ランドール公国貴族の一人として、夢破れた仮想階級の者に哀れみの言葉でもかけてくれるのかな。己を騙した人間が落ちぶれた姿だ。さぞいい気味であろう。そんな、私はただあの後エリオール様が心配だっただけで。ふん、あの時何の役にも立たなかった貴様が何を言っているのか。お、ああ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 あ、私にはエリオール様へ敬意を向ける理由がありません。貴様になくとも私にはある、戦うべき理由もな。うわぁ、うわぁ、うわぁ、消えるがいい、腐った広告貴族め。なんか全然もうIQ 見た目とさ、こんなにかっこいいのにさ。多分エリオールちょっと今気狂ってるタイプだから。わーわーって。そうそう、そういうタイプです。気狂ってるんだ。そうそうそう。
強そう。まあミソシにかかればね、あパリスか。あパリスか。パリスにかかれば余裕のやっちゃうんですよ。マジか。おお。うん。エタニティロスト。なんか必殺技さ、さっきみたいな必殺技じゃなくない？確かに。なんかそれ出るって分かってたら確かにどうして叫ぶんだろうね、最終王とか。確かに言わなければね。そうそう、言ってる間時間もったいないしね、2秒ぐらい避けれる時間くれちゃうしね。そうそうそう、かっこいいからだよ絶対。なるほどね。見てだってこいつのさ、終わった後絶対そう絶対かっこよさやっぱ意識してるよ。あーね、結構鏡とか好きそう。あー好きそうだね多分間違えた、マッチワール、いけ、おーイエーイ。まあ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 、まあ、エリオールごとき私の手にかかればマジか、余裕ですよマジか。うわぁエリオール様もうおやめください。パリスお前めっちゃ剣向けてたよガンガン剣向けてたよ。ガンガン剣てたよね。剣を向ける理由はないですよ、ね、ことなのに。なあ、エリオール様が消えた。残像だ。幻？なるほど。いえ、そんなはずはないわ。応戦していた時、確かに手応えのようなものがあった。剣向けとるやないかい。一体今のは、この先に何かあるというの？なるほど。なんか本当女子って怖いよね。怖いよね。やめようよ喧嘩はって言ってるやつが一番喧嘩してたんですけどね。そうそうそう、やめようよみたいな。めっちゃ怖い。今度はどこだ？ストーリーがまた進んだ。エリオール様。またストーカーだよ。めっちゃついてる。あれ？あ、テスラだ。目が見えてない。そう。テスラ様、うん、何の役にも立たなかったと思う、お前がなぜまだのうのうと生きている、しかも現在じゃ笑ってんじゃん、現在謹慎中とはいえ新たな地位も約束されている、私なら自ら命を絶ち、まあ、目見えてないから仕方ないねこいつ目見えてないから恥ずべき状況だなほら貴様ならではの厚顔、厚顔無恥といったところか。そんなつもりは。お前たち貴族はいつもそうだ、全ての面で、全ての面で、全ての優遇され、それをさも当たり前のように享受している。私とエリオール様の血がエリソボトル様が私とエリオール様の血の滲むような思いで積み上げてきたものも何食わぬ顔をして奪っていくのだ。そんなお言葉ですが、私も他の騎士同様に努力、何これ鍛錬はしてきたつもりです。お、確かにエリオール様、テスラ様には及ばないかもしれませんが、努力、鍛錬、笑わせるな。お前は怪階級である、我々が仮想階級なんか我々がいきなり力抜けたどんなに汚く危険な任務を押し付けられたのか知っているのか、どんな思いで広告軍に入ったかを。やはりお前ら貴族どもは私とエリオール様の敵だ。この瞳が潰された時、なんでパリスって分かったんだろうね。ね、雰囲気幼き頃、貴様ら貴族によって未来の希望を踏みにじられたとるでるなめっちゃ噛むじゃん。目が見えないと舌が回らないんだ。そうそういう感じ。やっぱなんか五感研ぎ澄まされちゃうからさ。あ、そう耳すごい良いんだけど。耳はいいんだけど耳は。なるほどね。だそうです。あ、なんかでもかわいそうだな。確かに。
話を聞いてたらなんか貴族も悪いような気がする。そう、なんかかわいそうな感じなんだよ本当。貴族に目を潰されちゃって、うん、お兄ちゃん激怒、妹と一緒に貴族をやっつけてやろう、乗り換えてやろうみたいな、そのそういうしきたりを、みたいな感じのね流れ。え、こっちは悪者じゃないよね。向こうには向こうなりの正義があるんだ。そうそうそう、そうなんだよ。ちょっとアイポ今いいこと言った。本当に。そう、プレフロユーザーのねこうなんかね究極をね一瞬にして気づいてしまったね。気づいてしまったか。そう、プレフロはなんかどっちにも正義があるんだよ。あ、そう、神は人を滅ぼそうとしたんだけど、神様的に世界の秩序を守るために人がいらないと思って人を滅ぼそうとしたんだよね。だから神様的には世界のためにやってるわけですよ。人間がこう食べ物として動物を飼ったりとか土地をこうバーってやっちゃったりとか、はいはいはい、そういう秩序を保とうとして、神は人を滅ぼそうとしたし、人は自分たちを身を守るために神を倒そうとしたしみたいな、どっちにも正義があって、ここの話もテスラたちもその広告を、まあ、乗っ取ろうっていうか、まあ、なんだろう、潰そうと、人間たちを潰そうとしたんだけど、そこにもね彼女たちなりの正義があって、革命軍的な正義があって、そうそうそう、いやなんか切ないね。そうなんだよ、切なかった。本当にお味噌汁なりの正義に貫いたわ。そうなんだそうなんだなんでそこ軽いのそれまで、いやすごいねみたいな、そんないろいろあるのね。そうなんだ。そんななんかだってさ軽いことなんか突っ込んでくんだもんあ、来た、うん、うん、任せて。お、ちょっとセリフがなくて消えちゃった。消えた。さっきのエリオール様の時といい、一体何が起こっているの。それでも今は神殿を目指すしかないか。あ、パリスのストーリー見た方がなんかいいね。うん、気になるね。うんうんうん、神殿をじゃあ目指しますか、そのまま、はい、エネミーは無視して。お、誰かな、誰だ次は。そろそろ味噌汁来るんじゃないの。次、あ、味噌汁来た。味噌汁来た。神か味噌汁来た。テスラ様、お前はいかに自分が恵まれているか、それすら自覚がないのだろう。やはりお前はエリオール様の計画に参加する資格すらなかったのだ。確かにテスラ様やエリオール様らの苦難は理解できていないのかもしれません。でもだからこそ王国、広告、広告をより良いものに変えたかったまあ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 、エリオール様たちと一緒に。嘘やんこいつ貴族である貴様と一緒にだと、笑わせるな。我々平民が貴族と共に手を携える、手を携えることなど未来永劫ありえない。貴族と平民はどちらかが滅ぶまで戦い合う運命なのだ。それはこれまでの歴史が証明している。そして最後に勝利するのは我々だ、らしいです。てんてんてん、消えたみんな消えた。めっちゃキラーじゃん。あ、出てきた。エリオール様。パリスよ、貴様は貴族どもにも生き残る道を残してやろうと思っている。生き残る道。そうだ、統治者として私が広告、いやエルガイア、グランガイアを支配した後、それに服従するという道をな。広告の腐敗を正せるのは私を置いて他にはない。劣った者が優れた者に従うのは義務であり世界の摂理だ。これはお前たち貴様に、貴族に貴様に、貴族にお前たち貴族に与えられた唯一の選択肢であり、私からの慈悲だ。慈悲。従わなければ。無論
粛清するまでのことだ。だがお前は貴族どもの中でははるかに有能な人材だ。グラナキアライさんでグラナキアライさんっていう人になっちゃった。でミサシティを倒すことに失敗したとはいえ剣の腕も落ちてはいない。どうだ、再度私に力を貸してくれないか。導く者と従う者、能力を正当に評価し、それに相応しい地位に就くことができる。ふさわしいじゃないの。うまいもんにされると悔しい。それにふさわしい地位に就くことができる世界を作ろうとは思わないか。導く者と従う者、世界を作る。あと間違えた。誰だろう。あのね、お母さんがパリスちゃんと遊んじゃいけないって言うんだ。住む世界が違うって。でもそんなことないよね。私たちずっと友達だよね。エリオール様、せっかくのお話ですがお断りさせていただきます。ふと思い出したのです、ある昔の友人のことを。私は幼い頃、貴族の生まれではない友達がいました。ずっと友達でいる、そういう約束を交わしていましたが、それぞれが成長していくにつれ身分階級に阻まれ、徐々に疎遠になっていき、今では会わなくなってしまいました。ですが今思えば、彼女と約束を交わしたあの時の思いこそが、私が広告を変えたいと思い始めた原点だったんです。あなたと私の望む世界はきっと違います。現在の広告での血筋による階級制度は間違っていますが、エリオール様が目指す世界も血筋が能力に変わっただけです。それの何がいけない。私が望んでいるのは、身分はもちろん能力にも縛られることなく、どんな相手であろうともみんなが自由に友達になれる世界なんだと思います。貴族であるお前が身分制度を否定するのか。笑わせるな、そんなものは幻想だ。人は絶えず優劣をつけずにはいられない。ならば生まれなどではなく、その能力によって地位を決める、それこそが平等な社会だというものであろう。そうかもしれません。ですが一度目指した道をもう諦めることはしたくありません。不可能と思えることをやり遂げた人間をつい最近間近で見てきたので。いいだろう。従わずというなら、お前はやはり私の敵だ。覚悟はできているのであろうな。道を違えたとはいえ、かつて敬愛したあなたとは戦いたくはありません。しかし私もここで倒れるわけにはいきません。自分が信じる道のためにあなたに剣を向けましょう。あ、さっきも向けてたよ。せやな。さっき忘れたんじゃない？面白い。ならば私も全力でそれに応えよう。はい。出た。テスラ、お前の力を借りるぞ。まさか卑怯とは言うまい。はい。必勝を求める戦いにおいて重要なのは、戦闘の前に勝利できる戦力を整えること。これはあなたに教わったことです。ではパリス行くぞ。全然読まないのかな。はい。ワイン、ワイン、ワイン、ワイン。自由か。ぶち壊し。行くぜ、行くぜ。やれやれやれ。これさ、パリス以外みんな聞いてるんだよね、後ろで多分ね。うん、あ、このメンバーってこと。そう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 。
あ、そう、これパリスが召喚したね、やつだからね。あ、パリスは召喚したんだよ。なるほど。じゃあ、言い終わってからポン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 って出したんだ。たぶん、入れよう私の下僕だもんみたいな。下僕あ、そんなキャラ何そんな感じに多分読み出したんだね。なるほど。まあ余裕ですね。めっちゃやられるな。かわいそう。兄弟でアクアリブラ、兄弟愛だな。クリスタルオーラ、ジャスティススコール、ジャスティスコール、キルクライム、いや、これは余裕ですね。なんかいけそうだね。うん、ガードしてるの全然食らってなかった。このエリモがね、うん、相手の攻撃を2分の1にしたりとか、防御力を当てたりとかできるんだよね。強い、回復もできるし。へえ。うん、ふっ、うわあ、うわあ、死んだエリオール様、私にはまだ迷いがある。でもこのままじゃダメなことも分かってる、ふふ、だから私はここにいるということなのね。いいわ、この先に何が待っているのか楽しみさせてもらおうかしら。おお、何か吹っ切れてますね。何か彼女の中で吹っ切れましたね。吹っ切れましたね。というわけで、はい、お、威厳の聖堂やってまいりました。行きましょう。ボス。そうですね。エリオール様。なんか言う。めっちゃ言うじゃん。めっちゃ言う。パリスよ。もうお前には話す価値すらない。きついにゃ。ここで消えてくれ。エリオール様、私はもう惑わされません。今、私の目の前にいるあなたが誰であろうと、私は私が信じた道を進みます。あなたにも負けない強さを私は手に入れてみせます。自分の理想を実現させるための力を。くくくくくくねねくねね、返す言葉もないわ。あ、がが、くぎゅぎゅぐぐ、お腹痛いのやめて、やめて、お腹の音かと思った。違うから、こんな大事な時にトイレ行くとかちょっとあんまたあんまたトイレトイレってひどい。エリオール様、ぐぐわぐわが足りない、ぐちあかんぐがが足りない力だ、刀の刀とか違うティスラ様何が起こってるんだろう、彼らの中で。なんかお腹こし、うん、我が力を超える意志が姿がなんか生まれ出しそう。グググググアガイルガガガガガグキャグアガガ、そんなそんなだよ多分。違う、驚くから違う、守ってないこれこそ守ってないそう、やっぱりあなたはエリオール様でもテスラ様でもないので。なんだと。でも私はもうあなたには惑わされない。そしてたとえ本物だったとしても私は迷うことはない。私は自分の道は自分で切り開くと決めたのだから。くわきゅくわやばい、味噌汁がやばい自我失った。覚悟しなさい。私が敬愛した人の姿で現れたことを後悔させてあげるわ。おっとすごいかっこいいね、パリス。ラスボスとかした味噌汁。やばいね、もうだ自我保ってなかったもん、ね、IQ ゼロになってたね。やばかったねそれも多分3だったんだけどうわ、どんなチョコ量。ソルディア、なんか、なんか、あ、これがエリオール様で、こっちがテスラかな。あ、左上エリオール様いるんじゃないこれ。あ、そうだね、髪の毛長いね。テスラはさ、どれ。え、これ真ん中があれだね、ソルディアで。あ、左上が同化したのかな。強そう、倒せるのかな。そもそもいけるいけるいけるぜ、いけるよ。
オラ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 、うー、全然触れない、マジで嫌な予感するわ、術式の構え、みんなの呪いを解く、削れない、削れたね、ピーッとかラストフレーム、わー、 え強くない、待って、死んだじゃん、待って、私今日もクリアできないとかやめようよね、ちょっとなんかクリアしたの見たことないんだけどたまにはするよ、たまにはね、本当に、うんうん、1回ではちょっとね、やっぱちょっと難しいけどね、復活すればよかった、こういうところはもう、ね、復活させればよかった、そうだよそうだよ、復活、あっ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 、え、めっちゃ強くない、え、めっちゃ強いんだけど、やば、ちょっと、どうぞこれ、え、びっくりするほど強い、え、こんなに強いと思わなかった、思わなかった、だって1周目だからさ、余裕とか言ってたじゃん、1周目だから余裕かと思ってた、あれおかしくないこれ、1周目だから余裕だよね、余裕のはずだよね、そう、びっくりしたんだけど、一瞬目にも勝てないわ、私、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘ですよ、可愛く言っても本当だから、現実だからさあ、パルスが、うん、いや、でも生きてくれれば嬉しい、よしよしよし、えぐい、これはえぐい、お、え、全然嘘でしょ、今、変動しないよ、だってね、びっくりしたわ、なんかさ、もう、怖いの、極限になっちゃう、ね、強い、なにこれ、めっちゃ強なんだけど、ね、だって体力ゲージさ、ほらちょびっとだよ、ね、これぐらい、ちょいちょいしか減らない、ね、あー呪われた、あーパリス、あー死んじゃった、さよならパリス、ええ、なんで、あ、パリスがやられたらゲームオーバーだ、そうなんだ、これ、あー忘れてた、そんなこと忘れて、リーダー全然もわ、マジか、あーパリス、パリス負けちゃったじゃん、終わっちゃったじゃん、終わっちゃった、え、終わっちゃった、終了、終了、今回もこれちょっと待って、ね、あー強くない、びっくりしたんだけど、いや、めっちゃ強いね、何これ、ちょっと失敗の原因は、失敗の原因はまあ、簡単に考えると、うん、多分もしかしたらこれ強いパターンの敵かもしれない、もう一人いるんじゃないの、それは大丈夫なのってこと、え、もう一人さ、なんかキャラ入れなかったってパーティー、そう、入れる、それをね、埋めるべきだったね、うん、分かんないけど、多分なんかどっちかに敗因としたら、どっちかに寄せてクリアするんだったら、そっちにパーティーを固めてくればよかったかもしれない、ほう、そうそうそう、光属性がね結構弱点だから、うん、光属性付与系のキャラを、闇だね、うん、そう入れるべきだったんだろうなっていうのですごい反省しております、あと UBB ガンガン入れればよかったんじゃないかなってそう思ってる、ちょっと詰めが甘かったね、一周目だからと思ってちょっと余裕ぶっこいてきたら、あ、でもサクサク倒せたもんね、それまではね、まあこれはお家でね宿題でやってきますよ、本当に頑張ってね、うん、やってくれ、勝つとこ見ないからさ、うん、せっかくだったら次回アイポンと一緒にブレブル実況するときには、うん、もうルジーナもパリスも星がーにできる状態にしてね持ってきますよ、楽しみにしてるよ、できるのかな頑張っていきたいと思います、大丈夫、うん、頑張ってこようというわけで、はい、あ、悲しいですが、悲しいですが、今日のゲーム実況はここまでです、はい、皆さん楽しんでいただけましたか、はい、コメントもぜひぜひお待ちしております、にどうぞどうぞコメントください、優しいコメントお願いします、お願いします、こんな味噌汁に、はい、頑張って読んだからね、アフレコした、もうアフレコ会にしとこう、今日グガガガッガガッガガガ、そうそう、洗剤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 というわけで、はい、皆さん次回ブレフロー実況までハブグッゲーじゃあねバイバーイ、アイポン、もう秋だね、秋だね、我々の服装も秋ですよ、オータムです、なんで急に英語なのいいじゃん秋といえば何ですか、畑、高いね高級しか3万も高くない、そこそこなんか、なん芋さつまいもね、そう、芋いっぱいあるからもう iPhone 何にも分かってないよ、何よ、秋といえば、うん、チャンネル登録の秋